どうも肉丸です。ご視聴ありがとうございます。今回もカエルさんとゾンビモードやっていきたいと思います。今日はですね、いよいよ最新のダークエーテルに行きたいと思います。そのためにですね、前回ゲットしたシズルを持っていきます。あとは強い装備といつものジュース、一応ねダークエーテルで難しいので強そうな装備を持ってきました。今回の武器はですね、迷ったんですけども、まだ使ってないコンバージョンキットがありましたので使っていきたいと思います。スナイパーライフルのモーズ?モルス?名前は誰もわからないんですけども、それですね。まずは普通のコンバージョンキットなしのものを見てみましょう。これがそうですね、スナイパーライフルで結構強いこういう武器なんですけども、結構この状態でもかなりね、ゾンビモード行っても強かったと思う。なんかこの下とかを撃ってもなんかビリビリして倒せるっていう、こういう武器だったんですけど、何週間か前かにね出た、まあコンバージョンキットなんで新しくはないんですけど、そちらに変えてみましょう。今回使うコンバージョンキットがこちらですね。ワイドマウスバレルっていうのがありましたので、これを使いたいと思います。もともとねスナイパーライフルで一発しか弾が出ないんですけども、これはショットガンみたいにたくさん弾が出るようなので使ってみたいと思います。まだねコンバージョンキットはかなり前に撮ってたけど、動画でも使ってないし収録外でも使ってないんでね、楽しみですね。正直ね、カスタムは何が強くなるかわからないので、もう適当につけましたから、もうこれはあんまり参考にしなくていいです。そしてこれですね、見た目が全然違いますよね。でエイムしてもこう構え、ここまでしか構えないんですね。なんか腰ダメみたいな感じなんですけど、これがもう限界のエイムですね。それでドンとこれ大砲みたいな、たくさん弾が出るようなんですけど、で一番近いとこから撃とうとしたら動いちゃうね。こっちにして、あとね、当たってはいるけど、この距離だとなかなかね、もう、ここはもう届いてないかもね。一応ね、腰ダメが当たるようにレーザーとかつけたんだけど、どれだけ効果があるか不明です。もうかなり近づかないと意味ないかもね。ゾンビが近かったら、ドンみたいな、このまま撃ってもいいかも。エイムしてもいいし、もうこのままドンみたいなね。枠が見えると思いますけど、かなり拡散するみたいなんでね。さあどうなんでしょうか。これで初めての最新ダークエーテル行っていいんでしょうか。頑張りたいと思います。迷彩はですね、こちらの涼しげなひんやり迷彩がありましたので、最近のスペシャルイベントの迷彩かな、これを持ち込みたいと思います。今回ね、初めて行く最新のダークエーテルなんですけども、仕事の場所がね、どこでぬいぐるみがあるかわからないので、一応ね、ウォーゾンハブっていうもので事前に調べてます。地図でね。前回のね、ダークエーテルみたいになんか黄色い線が空まで上がってて、そこにぬいぐるみがあれば、速やかに取れるんですけども、そういうのはね、なんかない時もありますから、一応写真を見てます。ただね、これ立体な写真じゃなくて上から見た表示なんで、このアルマズラシティに行きますから、そのぬいぐるみがどこの高さにあるかっていうのが正確に分かってないんですよね。だからいろいろ探すためになると思いますが、頑張っていきたいと思います。よし、行きますか。それじゃあカエルさんのスキンから見てみましょう。こっちかな。おー、今日はこれ宇宙服かな?めっちゃいい!フォルムがいいですね、丸くて。わーい、わーい。銃もね、多分それ用のスキンだと思いますけど。ほほほ、ゆっくり待ってくれるよ。じゃあ行きますか。僕はこれです。色がいい。凍ってるみたいだ。かなり冷たいです。あ、これが弾なんだね。うん。なんか、ビリビリするタイプの弾を入れるとなるんだけど、これはもう弾入れられなかったからね。あ、了解。じゃあ行きたいと思います。この車もらえ、ああ、いいね。さすがです。OK、了解。それが必要だったんだ。その後は何の車で行くかだな。逆に、あれ?パンチ場どこだったっけ?あれ?こっか。こっか。OK、行きましょう。行こう!じゃあ僕は車に、取り行くか。車を取って、行きたいと思います。カエルさんは速攻かな?おっとっとっと。じゃあ行きましょう。あー、来てくれた。いらっしゃーい。
じゃあまずは、あれ落ちた？バイクが見えたから。バイクに乗ったと思ったけど。で、この辺で、お、誰かがレガシー要塞行ったか。はい、どうぞ。レガシー恐怖。おー、あー、早いね。なんか攻めようとしてる気がする。よし。こっから行けるんかな。あれ？これ毎回行き方、あ、これ、はしご。初めて知った。ここ、はしごあったんだ。じゃあ、殴っといて、OK。さあ、どんどん入れましょう。バックが開くうちに入れましょう。もう入れちゃうか。ちょっと撃ってみたいな。1ゾンビぐらいだったら倒したいよ。ちょっと撃ってみようか。初撃ちいきます。おー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 おおおお、やめて。ちょっとこう、たくさんさしても、あー結構強いな。さすがコンバージョンキット。よし、いっか。おう、絞っても出るし、たまに、そう、一発ずつしか出ないんですよね。マガジンコレクションとかで撃ったら早いかなと一瞬思ったけど、おそらく、一回一回これコッキングしないといけないタイプだから、多分マガジンコレクション入れても、ダメっぽい。了解。今日はね、じゃあ、とりあえず3ゾーンの仕事を、2ゾーンか。やってお金集めをしたいと思います。3ゾーンもね、行けたら行くんですけども、ちょっと混雑具合で決めようか。もう3ゾーンで仕事をね、こう争うよりも、2ゾーンでね、仕事回した方がお金貯まることもあるんで、まずは2ゾーンに行きたいと思います。強化してないけど、2ゾーン、これで使えたら強いけどね、さすがに厳しいかな。頑張ってみようか。最近ビリビリの銃、このモアーズ？モルス？あの弾も使ってないけど、なんかゾンビで使用率が高い武器の、なんか今1位になってたかな。だからそれ気になって使おうかなとも思ったんですけど、それはね、以前まあ使ったこともあるし、まあ、これコンバージョンキット取って、まあ、使ってなかったんで、今回ね、これを使ってみようかなと思ったんですけどね。だいたいコンバージョンキットは強いから、これも多分強いんだろうね。これ弾薬を拾っといてと。よし。じゃあちょっとあ、ごめんなさい。早く帰らないと。車壊れちゃう。よし、行こう。走りながら撃っちゃうか。行こう。ああ。お！今車で引いたから飛んだんか。この大砲で飛んだんか。ああ、さすがに一発じゃないか。ほい！さすがに一発じゃないか。わかんない。どっちで飛んでいってるんか。撃て！一回一回コッキング入るから大変なんだけど、さすがにきついか。カエルさんに任せるか。カエルさんはガソリンスタンドに行ってる気がするな。僕はゾンビをさばいて、カエルさんにミミックをやってもらおうと思ったけどいなかった。ちょっと待ってね。これを、あ、終わっちゃった、終わっちゃった。早っ。飲もう。あ、緑レンジ使うのありだね。ほう。こういう時に限って仲間になる。ほう。ほう。走り回るな。ああ、さすがにきついね。せっかくだから入れるか。ちょっと段階的にね、入れてみたいと思います。緑レンチぐらいじゃどうにもならんか。あ、了解。よろしく。じゃあ取ってくるわね。撃たしてくれ、ワンチャン。わあ。あ、でも緑レンチで、2発だったらまだいいか。強、何発撃ったか分からん。ありがとう。OK。これを、一発、で仲間に入ると。仲間に入ったら強いかどうか分かんないけど。ほい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  !OK。あ、ジュースリバーがこのとこにあるよ。これ、車を取らないと取れないよね。めちゃくちゃ怒られたけど。よし、じゃあ僕運転しようか。私が連れて行ってやる。よし、じゃあ行きましょう。いや、初めてのね、ダークエーテル緊張しますよね。あとコンバージョンキットで新しくバル27の、なんかレーザーみたいなのが出るような銃が出たみたいな情報は知ってるんですけど、最近ね、ちょっと、
COD やる時間があるときは BO6 の方にね、行ってるんで、まだそのコンバージョンキット出してないんで、今回間に合わなかったんですけども、まあ、それもね、次回、エルダーバージョンに行くときはその武器で行こうかなって思ってますけどもね。エルダーもかなり強いし、時間が短いからね、かなり強かったら助かるなと思うんですけど、武器がね。あ、これ上か。やば。どこ？これ。上。下なんかい。あ、これじゃない。この紐じゃない。この紐。わけのわからん紐に荷物を渡すとこだった。もうこのまま荷物、このロープで上げてもらうか。ここに上げてもらって、それをヘリコプターにまた釣ってもらうみたいなね。はーい。どうぞ。よっしゃー、一つ目終わり。あとなんか最近は BO6 を頑張ってやって、感度をね、まあ、一生懸命 BO6 で合わせてるんですけど、なんかちょっとこっちともね、設定の数字が違う気がするんですよね。これ気のせいかな。了解。あ、助かる、ショップ。ここから行っていい？これ。大丈夫？乗り上げろ！いて！お、さすが！前から刺さりそうだったけど。はい、お願いします。僕、車直してくるべき。まあいいか。一緒にやるか。わーい、わーい、わーい。はい、どうぞ。そう。だから感度の、多分、僕マウスなんですけど、マウスって結構いろいろ設定があって、多分コントローラーの人は垂直と水平のアナログコントロールみたいので、まあ、感度66とか、まあ、77とかいろいろ言われてますけど、なんかマウスって 0. 何ぼ、え、0. じゃないな。なんか 3.5 とか、なんか 2.5 とか、まあ人それぞれ全然違うんですけど、それをね、とりあえずモダン3のと合わそうかなと思ったんですけど、え？これ、始まってないよね、まだ。てか、これ、弱いな、この銃。そうか、強化してないよね。これ、あれ？あ、これ、始まってた。ごめん、始まってた。だから、なんかちょっとね、BO6 の今、感度を詰めてることによって、ちょっとこっちに違和感があるね。だから、まあ、BO6 をすごいいい感じにしてる最中なんで、なんか逆に同じ感度が使えないからこそ、もう一からというかね、新鮮な気持ちで今作り変えてるんですけど、なかなか今いい感じに見つかったような気がして。こっちが逆にむずいわ。だけどね、ゾンビはね、かなりこう振り向くことがあるんですよね。こうやってこう後ろとか振り向くじゃないですか。こういう風な。囲まれるんで。だから結構感度を早めにしとかないと対応できないんだけど、マルチはね、こんなに感度速くしたら、あとここがね、速すぎて、弾がこう、なんですか、抜けちゃうんですよね。だからこう、振り向くための動きをちょっとこう、犠牲にするというか、ここは捨てるというか、目の前の敵をしっかり狙うような感度を作ってるんですよね。そう。だから同じゲームなんだけど、同じ COD なんだけど、結構ゲームモードが違うと戦い方が結構違うんで、ハンド設定がね、意外とね、ちょっと違うんですよね。だから僕も、あ、もらっとこう。あ、またショットガンあった。だから僕もこの、モダン3、あ、何かもらえるのか。お、ありがとうございます。ちょうどいい、さすがだ。やった、ありがとう、ありがとう、わーい、わーい、ありがとう。お礼にお肉、どうぞ。帰ってきた。わーい、わーい。あ、取ってくると。すごっ。わーい、わーい。わーいでは絶対ないけど。アイルさんがどこで捨てるのかまでちゃんと見ときましょう、皆さん。そうだね。正解です。一応これ、ワンパンチになりましたので、もうちょっとこれやるか。すごい食らったぞ。一発で弾け飛んでいいんじゃないか、今の。だからこのモダン3でもゾンビモードと僕もね、最近マルチ時々行くんですけど、マルチちょっと感度変えてるんですよね。
マルチはじゃなくてゾンビはね早く動かさなきゃいけないし、それでマルチに行くと弾が当たんないっていうかね。おっとっとっと、ちょっともっさりするぞ。ちょっと角つくぞ。大丈夫か。なんかフレームレート落ちてるね。なんか重たいな、ここ重たいな。逃げよう。よし、よろしくお願いします。だから今度ね、BO6 もゾンビモードがいつか始まると思いますけども、今はね、ベータ版でマルチモードしかないけどね、またゾンビモードが、ベータでは始まらんのかな？もうあれ製品版にならないとゾンビは始まらないかもしれないけど、その時はまた感度がちょっとね、入る必要があるかもだけど、今は一生懸命マルチで感度合わせてます。お、え、早い！そうなんだ。バケル早い。まだ。あ、いいね。知らんかった。皆さん知ってました？これパンチしたら速度速くなります。多分皆さん、スタートの段階で大体ね、皆さん。これいらない。いいエーテリウム入れちゃうって、多分変化をね、知らない方がいらっしゃると思いますが、これ実は、うわーすごい花火だーみんな、やったー花火やったー。よし、次行こうか。アーマーあんまないね。アーマーが、ガンロッカーの仕事したのにあんまりアーマーがないから。じゃあ、車の仕事しましょうか。アーマー集めましょう。これもね、懐かしいですよね。これもご機嫌なショットガンですよ。これも、ちゃんと強化したら強そうだね、これ。DMZ 時代ではこれにお世話になりました。バンドルでね、15分武器があって、俺を持ってて後半はね、倒してましたけども、もう普通に打ち勝っても勝てなかったんで、もうこの連射ショットガンで打ちまくるっていうね。で、やられちゃっても次の出撃でまたこれを持っていくっていう。懐かしいです。OK、行こう。この車のところに置いとくか。空中に浮いたわ、武器が。僕は今日このショットガンがあるんで、さっきのショットガンの勢いで出たら最強だけどね。ありがとう、行こうか。カエルさんは、車を終点に持って行ってくれます。ありがとう。お？なんか色変わらんかった、今、一瞬。あ、結構強いかも、これ。腰ダメで撃ちまくるか。あんまり離れると良くないな。一パンチよね。一パンチで、ドン。え？ドン、ドン、ドン。あー。いや、一パンチにしたら強いんじゃない？でも、それでも。ちょっと、今2ゾーンだから苦しいけど。もうちょっと強化したいね。せめて2パンチできればいいんだけど。うん。連射速度も上がって、一応連射が速くなるカスタム？なんかボルトっていうのがあったから入れたから、それ入れて意味があったかはわからないけど。おぉ！うん、まずまずな気がする。これは3パンチは期待ですね。うん、だいたいゾンビモードは近くの敵さえしっかり倒せればいいので、まあね、遠距離を撃つことないですから、しっかり近くをさばけるっていうこの武器は意外と使えるかも。今日ほんと、ダークエーテル行くから弱い武器じゃ困るからね。化けた。強いよ、きっと、これ。なかなかおすすめかもね。強い。この、撃った瞬間に結構ひるむから、3発も4発も撃たなきゃかもだけど、これで足が止まればね。寄せつけない。ああ、助かる助かる。ひるむね。さすがショットガン。スナイパーなんだっけ。オッケー！あー、もういっぱいもらい。はい、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 はい。ね。最近、
BO6 が出まして、もう1年の時の流れを最近は COD で感じますけどね。毎年出るから。で、コメントでもいただいたんですけどもね、フルプライスで毎年出るの、あら、大変ですよね。ありがとうございます、車。ね、僕とかはもうスーパーファミコンとかの時代からゲームやってるんで、もうソフトが有料とか1万円するとかいうのは、なんか違和感逆にないけど、最近の人とかはね、もう無料のゲームとかで育ってるかもだから、フルプライスでしかも毎年出るってね、なかなか大変ですよね。スマホのゲームも、これパソコンゲームもね、無料で質が高いのがたくさんありますけども、ゲームのね、質自体は多分1万円払っても、僕はね、僕からしたら全然いいと思ってるんですけど、最近はね、無料ゲームでいいのがありすぎちゃって、やっぱこの有料ゲームもね、いろいろ高すぎるとか言われちゃうと思うんですけども。でもこのゲームはゾンビモードもあるし、マルチモードもあるし、なんかウォーゾーンもあるしね、結構ボリュームあると思うんで、開発費も多分ね、何千億とか確かかかってるって、確か聞いたことあるんですよね。モダン2時代だったの、の話だったかな。だから、対策映画を一本作るぐらいかな。まあ、それ以上かかるらしいんで、開発費が。まあ、ちょっと有料にしないと、なかなか元が取れないでしょうね。あと、ただね、僕、バンドルは高すぎると思ってるんですよね。これ、一つ、カエルさんが今来るけど、一個これ3000円ぐらいするんだったかな、スキン。これ一個3000円するんですよ。それを、カエルさん、湯水のように買うから、僕はね、よっぽど気に入ったものを厳選して買うんだけど、それでも YouTube をやってなかったら僕多分買わないね。バンドルはね、ゲームで1万円はまあ、いいかなって思ってるけど、バンドル1個3000円は高いと思ってるんで、これをね、逆にソシャゲとかやってる人と課金する人は当たり前かもだけど、僕スーパーファミコン世代なんで、ゲームをやりながらさらにお金がかかっていくっていうのはあんまり慣れてないんですよね。わかる方もいらっしゃると思いますが。で、ね、なんかそのスキンが変われば強くなるとかだったら、まあわかるんだけど、基本的にはもうほんと、気分転換みたいなことしかないから、ね、武器が強くなることもないし、だから、あれは贅沢だなーって思うんですよね。それぐらいかな、このゲームは。金。確かマイクラ前やったけど、マイクラの付近って確か300円ぐらいだったかな。でも僕、ね、500円とか1000円ぐらいだったらもうちょっと、手、出しやすくて、結果的にもっと売れそうな気がするんですけどね。なんか、値段は、4分の1だけど、4倍売れれば一緒じゃないですか。あと、あれは良かったね。DMZ 時代は、なんか15分で帰ってくる武器があったんで、あれは、つい課金しましたけどね。僕のようにボコボコにやられる人はすぐに、なんか保証武器はなくなるから、ああいう課金武器で。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。これはいい。ありがとう。ちょうどなかったからね。あ、デスパーセプション上げるか。やめて。あれ、報酬取った今。あ、取ったね。あ、これよかったら、ありますけど。飲んでるかな。あ、飲んでるかな。喜んでるってことは、もう飲んでるんだね。オッケー。あ、僕リュック開かんくなった。よし。おかげさまでいろいろ喋ってたら、アーマーは取れたかな。うわ、近い。近いけど、お金いくら？3万ね。3万で、そうですね。もうちょっとするか。じゃあ、近いという理由で、行きましょうか。よし、じゃあ行こう。せっかく貯めた、あれか。
アーマーがこの仕事はなくなるけど、まあね、お金を貯めてまたカジミールをいっぱい買いたいので、オッケー。ファンゾーン、あ、めちゃめちゃいる。あれ、大盛況だ。我々以外全員いる。そんなことあります？早く集合しなきゃ。よし、じゃあ僕らは逆にね、取り放題ですね、この仕事が。そう、取り合っちゃうと逆に仕事が取れなくてお金たまんないから、だったら2ゾーンで回した方がいい。危ないぞ。やべ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 、カーマがなくなる。軍曹、ご利用せ。じゃあ押しますね。あの距離はね、届かないからね、遠くから届かないから、もう突っ込むしかないけど。見えん。リロードして、そう、ここからじゃ届くんかい。巻き散らせ。いけいけいけ。誰いますか？おい、あ、意外と当たる。おいおい、BO6 もベータどのぐらいあるのかな、あんまり詳しく知らないんだけど、1ヶ月はないか、1週間ぐらいなのかね、なんかよく分かってないから。で、多分僕もね、なんだかんだで BO6 の方に移行していくと思うんで、やっぱ慣れててね、モダン3の方が慣れてて楽しいんだけど、結局はあっちで慣れないことにはね、向こうをプレイすることになりますから、向こう練習一生懸命してるんだけど、いや強いね、本当に敵が。あ、ありがとうございます。うわ、これ何、ありがとう、ナイス、スーパンチ。武器検証もできます、最高かい。あ、今度いいものになってくぞ。現地調達していきます、ありがとう。やったことないのやりたいけどな。ここまで行くか。ちょっと遠いですけども、21分か。スーパンチなったよね。スーパンチの青レンジ。なかなかいいです。だったら2ゾーンだったら余裕かもしれない。ようやく。3ゾーンにこれ行ったらちょっときついかもだけど、あと20分か。多いか。近場でいいのがあれば。これでいいか。わざわざ傭兵と戦ったらまたアーマーなくなっちゃうから、ゾンビにね、撃ちたいだけなんで、すいません。同じような仕事になりますが、一応ね、武器の強さが変わりましたので、逆に同じ仕事で検証した方がわかりやすいかもしれません。あと、この銃は弾切れになることないかもね。150発ぐらいだけど、撃ってるうちに弾を、え、何、までドドンになってる。バーストしたぞ、2点バースト。何バースト、バーストの打ち方教えて。バースト、あ、あ、これずっと押しとけばいいんだ、今気づいた。もともとそうかな、これ2パンチだから、2パンチしたからフルオートみたいになった。フルオートって言うんかな。なんかより速くなってない？ちょっとすいませんね。僕も初めてなんで、ちゃんとレビューできてないけど、おお、もうボタン押しっぱなしでよかった。ミュートだったのに、フルオート化しました。フルオートって言うんかな？一応フルオートかな？ボタン押してたら。いや、コッキングしてるからフルオートではないな。このロボットが一生懸命コッキングして、高速コッキングで成り立ってるだけのフルオートなんで、正確にはフルオートではないけど、フルオートみたいなもんです、これも。あ、強い。溶ける溶ける。いいぞ。あ、強い。あ、これめちゃめちゃ強いかも、この銃。ショットガンだ、これ。あの、僕、スパス使ってたんだけど、一番強いと思ってる。ガチ武器はスパスで、
ヘクライマーっていうかリクライマーっていうかわかんないけど、あれ使ってたんですけど、弱体化しちゃって弾がね、装弾数が20発から10発に変わっちゃったんですよね。で、スラッグの弾が10発出るから、そこは弱体化してないから気に入ってんだけど、これも10発ぐらい、何発出るかわかんない、これ。何発出る？スラッグじゃないから何発出るかはわかんないけど、そう、ちょっとね、レクライマーが使いづらいんですよね。で、ロックウッド680とかいうショットガン、途中で10発から6発ぐらいにスラッグそのものが下がったから、まあ、その弱体化はなかったんだけど、だけど結構ね、10発だと頻繁にリロードが起きるから、やっぱね、20発ぐらいあると目の前のゾンビを全部さばいて、ゆっくり リロードできたけど、ちょっとゾンビをさばききる前にリロードが入っちゃって、結構危ない目を、危ない目に遭っちゃうんだけど、え、これ一番強くない？だってこれマガジンコレクションみたいなもんだもんね、この速さ。一番強いショットガンこれでした、皆さん。え、ガチ吹きだな、多分。あ、ありがとうございます。何から何までありがとうございます。嬉しい！これ出そうか。じゃ、傭兵ちゃんを出したいと思います。どう？変わってる？おー、変わってる！ちょっといっか。そろそろ、あ、ジュース飲みっか。ジュース飲みっか。ジュース飲みっか、行きましょう。で、あ、3パンチ入れたいけど、ちょっと待って、これ。まあ、開かんくなったから何か触って、これに触って、いや待てよ、この銃のポテンシャルを試したいから、ちょっと行くか。ちょっと一人称戻して、わざと3ゾーンに2パンチ青レンジで行くか。これでなんとかなったらかなり強いよね。目の前さばけたら？それもあり得る。そのポテンシャルあり。うん。それを確認してから最強にしますか。本当はね、カニレンチで振ればいいんだけど、おうおうおう。皆さんやってみます。ういういうい。あ、これだ、これ、もしかして。あ、これだのか。お行こう、ラリーカーで。今ちょっと、良さそうな雰囲気感じたぞ。お、ジャガーノート出しております。はい、やめろ！ミミック！撃っときました。で、ジュースを、チコ玉飲んで。おお、おまわりしてくれた！ありがとう！あれ、ねねねね、家に入った。大丈夫？いて！ジュース飲んじゃってください！カエルさん。あー、どうだろうね。厳しいは厳しいけど、まずはジュース飲むか。とりあえずジュースを飲みましょうか。カエルさんの武器は MCW とかいうやつだったかな。強いんか弱いんかわからんぞ。ちょっと仕事するか。15分だからちょい仕事するか。やれたらやりたいけど、さすがにこの仕事は取れないかな。あ、近い。皆さんが見つける前に取っちゃいましょう。どうぞ。お願いします。さばくぞ。あー、強い。敵が強いけど、まあ、数が少なければなんとかって感じか。よし、行こう。車で行くか。いや、これは3パンチ吸ったらかなり強いから期待だね。あれ？もしかしたらモアーズがこのモルスかわかんないけど、この使用率が高い武器だって言ってたけど、もしかしたらこのカスタムが強いって言ってたんかな。ちょっとね、カスタムの内容までは見てないんだけど、僕、てっきりね、以前の動画で使ったこのビリビリする弾丸、周囲全体がビリビリする弾丸が強いと思ってたけど、もしかしたらこれが強いって言ってるのかな。これぐらい強いポテンシャルを持ってる気がする。
あ、この後脳死モッドで仲間に入るからありがたい。ちょっと待て待て、その数は無理、さすがに無理か。仕事しよう、至近距離で。ああ、こうやってちょっと絞り気味で撃つのもあり、エイムしながら撃つのもあり。オッケー。お、セントリーだって。まあ、あでもセントリーは使わないかな。あ、ありがとう。どんどん強化していきます。ありがとう。完璧に徐々に上がっています。これいく？13分か。いや、もう時間がないな。でも検証したいな。検証したいけど、そうだよね。投入選手もう時間がないからここまでか。じゃあ行くまでの敵を撃つことにしましょう。仕事をする時間はないので。ショップどこだっけ？ショップ。あ、ショップはあ、ショップ全然違った。あっちだった。すごく近かった。じゃあ、たまちゃんを買いたいと思います。あ、そうだ、傭兵軍も出してるから。ありがとう。演奏したことで忘れてたけど。はい、どうぞ。セントリーバイバイするか。うん、まあ、これもね、使わずになんとかなる？この武器だったら。弾買って、あと2個買うか。ちょっとアーマーあんまり持ってないけど。はい、あげる。撃てい！すぐ仲間入った。あ、めっちゃ強い。え、めっちゃ強かったね。誰が撃たしてくれ！じゃあ移動しようか。この移動する間に、行こうか。大丈夫よね。本当は、強化した方がいいんだけど、もう行く前なんで。だけど、ちょっとせっかくなんでこの状態を使いたい。で、3パンチ、レジェンドってなかなか持ってこれないと思いますか、皆さん。2パンチぐらいだったら、まあ持ってるかもだし、あとお金貯めれば強化できるから、お？まあ、ワンちゃんはね。ワンちゃんは、行こうか。ファイルさん待って。大丈夫かな？オッケー、任して。お？今のカエルさん撃ったから。どっちかな。行くぞ！え？今僕だけ？今僕だけだったら強ない？ 3 アーマーゾンビ一発だったけど。行こうか。車。あ、車、はい、歩いていこう。あ、車で行くか。いや、車使ったらすぐに入っちゃうから、ちょっとわざと歩いて、行きましょうかと。いいですかね？ちょっとすいません。武器検証したいので歩いていきますが。あ、契約？契約するか。オッケー、行こう。はい、よし。契約するか。オッケー。もう行く途中もありがとうございます。行く途中も、多分まだゾンビ出るので、どこだっけ？こっち。強いぞ、これは皆さん。ちょっと気分転換にいいかもね。いつも持ってるガチ武器皆さんあると思いますが、あとショットガンにも飽きたという方もおすすめの一丁となっております。ちょ、仲間入る、仲間入る。カエルさんがエーテルブレード投げてるんか。それで一発だ、なんか。待てよ。あ、やっぱ硬いね。あ、だけど、あ、悪くないですよ、これは。ひるむんでね。行きましょう。よし、行こう。ゴー！じゃあ僕は、地下水でも組んどくか。こうしたらいいんかな。この画面で見たらわかんないけど、多分、うまく地下水を組み上げれると思いますけども、こうやってたらね。いいね、カエルさん運転。よろしく。で、これ行ったら、ダークエテル行こうか。せっかく仕事したけど、封じ込めレベルが上がるからね。無駄にはならない。そうだ、僕本当は今日おにぎりで来ようと思ったけど、サーバー切断の影響で、装備が全部落ちちゃって、さすがに今日は持ってこれなかったんですけど、指示がまた出た。うん。おいおいあ、硬い、硬いは硬いね。あ、フロア直してね。入れるか。一気に再起しました。
やっぱ3ゾーンはこれじゃないとね。ちょっと打ちたいな。ちょっと周りをさばきたいが、ありがとう。最強。ほい。あ、2発か。あ、でも強いかも。お、この数をさばく。あ、強いね。あ、強いと思います、これ。これは、いきなり持ってきても、初エーテル、初ダークエーテル持ってきてもいい武器です。入ろうか。行こう。よし、じゃあ行きましょうか。じゃあ今日は黄色ですね。はい。綺麗な三角形を拝みましょう。この目とかどうでしょうか。あ、なかなかいいんじゃないでしょうか、皆さん。わーい、わーい。じゃあ行きましょう。よし、行きましょう。問題はここなんです。あ、黄色い光見えてるな。オッケーオッケー、見えてます皆さん。戦利品を見つけたけど、カエルさんのピンが、え、なに、あ、これは了解。あれ、敵に行くか。あっち目指していくか。いい、こんないきない。あ、強い、あ、強い。これエルダーに持ってきてもよかったぐらいかも。え、あっちに行こうか。とりあえずあっち目指しましょうか。ごめんなさいね。本当はジャンプ台使いまくった方がいいんだろうけど、とりあえずこっちの方に来ました。これ上がり方むずない？これ上がり方むずいね。これジャンプ台もあるけど、相変わらず紐はないよね。あー、これむずいね。あ、了解。え、あ、違う、あ、違う、違うね。ちょっとこっちの紐、この紐で上がっていけるかな。一応シジルなんでね、時間は30分もあるかもだけど、次回は、まあ後回しにするか。あ、あそこにもあるな。あ、え、パンチ所もあり。カエルさんどこ行った？カエルさんどこ、あ、来たね、オッケー。もうちょっと、じゃあ先こっちか、あっちの方目指すか。ちょっと行きたいとこに行くのがむずいけど、いけるとこから行っちゃいましょう。で、こっちかな。で、こっち、あ、こっちから、オッケーオッケー。無理やり、途中でジャンプすると。あー、やべ、やべ、落ちちゃった。いかん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 。そうか、常にジャンプ場、ジャンプ台で行くわけじゃないんだね。で、こうして、あ、ありがとう、取ってくれた。助かりました。ミスりましたんで、僕は。卵か。卵の仕事だけ、え、卵はめっちゃ遠いけど、一個一個が。了解。で、卵の装置が持ってないから、あ、これ向こうから卵装置持ってくるってもありなぐらい、卵装置を取るのは大変だ。あの、卵、自動卵、ゆで卵破壊装置ですね。ほら、こう来て、で、こうか。あー。で、こう飛ぶけど、途中で開いて、こうすると。あれさ、来た。待て。これを、ん、しまって。これは2個持っとくてもいいかもね、今日は。いつも持たないけど。じゃ、行こうか。じゃあ、近いとこからやっちゃいたいけど、これ立体だから、またどこにあるか難しいね。あと、敵強いな。敵強い、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 強い。ちょ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 、はめられはめられ。エーテルブレールいたわよ。あ、あったあったあった。じゃあ、間違えた、攻めつけちゃった。エーテルブレードがあった方がいいかもな。強いな。結構シジルでも強いタイプ。ちゃんとアーマー取るけど。待って、これはありがたいよ。敵が一発で倒せるから、ありがたい。OK。ちゃんと拾っていこう。めっちゃ遠いやん。これ、コーチャーか？これ、もしかして。ここへ移動する。え？上？これ、厳しくないか。これ多分、コーチャー、
必須って言われてるな、きっとこれ。卵の場所に行くのがむずいや。あ、ここだった、だった。たまたまあったけど。乗せるか。おい。はい。はい、大吉です。出ました。今度この、ダークエーテル？エルダーバージョン来るときはスコーチャー持ってくるか。回収して。うわぁ、敵多い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 。プレー飛ぶ、プレー飛ぶ、飛ぶ、プレー飛ぶ。傭兵を残して。卵探せ。卵を探せ。あった、あった、あった、卵あった。よし、これゆっくり降りよう。ゆっくり狙って降りて。卵の場所もあの、黄色い光出しといてほしい。はい、あ、はい、あ、オッケー。1。やめて、やべ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 。ここ取れ、降りるか。待って、卵、卵どこ、卵、卵どこ。あ、カエルさん最後行ってる。ってことは卵、カエルさんの方に報酬出るから、もう報酬なんていいか。いや、報酬はダメだ、これ。いい機密が出るんだ、これ。いやー、ちょい。登らして早く。アーマーがないぞ。大釜入れるか。さすがに。大釜入れます。シーシルでもきついです。これ、飛んで、カエルさんどこ行った？カエルさん、あっちの方か。オッケー。これは分担しないとダメだね。ありがとう。あ？まだあるな。ここへ移動する。あっちの方にまだあるな。これ行くのが難しいぞ。向こう行くか。よいしょ、よいしょ。大釜助かる。一定時間か、おお、ひねるな。こっちの方だね。近いよ。どこだ？あった！ういっ！うい！これラストかな？ラストだ。オッケー！出た！出たけどカエルさん来れるかな？これはもういらない。開かない！カジミル出して！カジミル出すか。報酬は？わあ、なんだこれ！うわあ、レンチだ！レンチがめっちゃある。カエルさん待つか。これはいらない。来るかな？カエルさんが来れないから。多分、僕は消えたけど、多分カエルさんの方が多分これ出るから、ちょ、これキープせよ。やめて、やめて、安全確保。危ない、強い。強っ。はい、みんなアーマー出してね。はい、アーマー、ご苦労様です。カエルさん来れるかな？あ、来てるっぽいね。ゆっくり来てる。ちょっとこうキープ。強い。いや、シジルだけどめっちゃ強いわ。次回絶対もうスコーチャー持ってくるわ。もうこんな。15分だからね、次回は。石井ド、あ、それで、多分来たね。オッケー。誰か一人はシジルがいる。よし、次行くぞ。次、いて。危ね、ここで。危ない危ない。ここすごいわ。離れよう。さっさと離れたい。離れたいけど、バラバラだね。バラバラ、もう、現地集合で行こう。ここかな。ここかな、光ってるね。ここ？あったあったあった、よし。助かった。危ない、今。ぬいぐるみの持ってるサイチは飛べないので、パラシュート開けないので、どこ出た？おい、なんか来たぞ。あれさ、待とうか。ここは一人行ったら危ないぞ、これは。うい、ワンちゃん、どうやって来た？名前だね、ずっと。うわぁ！よし。いや、きついね。これはスコーチャーずっと飛んでないと。おい、なんか戦車が上にあるぞ。大丈夫か？おい、なんだこれ。おい、地上じゃないんかい。これ戦車、この列車の上は通っていくの？あ、これ嘘でしょ？やった落ちてたぞ。やった。落ちてたぞ。ここは早く行こうか。早まらんほうがいい。動かすの早まらんほうがいい。やめて！これ、うわぁ、どこ、ああ、ひどい。掴まれて落とされるね。しかも今はちょっとカジミルの穴に入っちゃったけど。掴み攻撃マジで厄介。行くか。アーマー拾って行くか。動かしていいかな。カリさん来てないな。カリさん待つか。
これじゃあ死ぬぞ。ありがとう。自己さん持っとこう。ワンちゃん座れろ。動かしていいかな。近くにいるね。これ触れてります。皆さんすいません。まだ起こせない。座れ。ちょっと。座れるか。うわうわ、ひどい。あれ、ブレなかった。ああ、また飛んでた。ブレなかった。もみくちゃだったら、もう、ブレードが、ちょっと、これ。弾も、リュック開かんか。ああ、やべ。あれか、ありがとう。何かわからんから使います。これ何、これカサやられてる。あぶれ使ったけど本当は持ち帰ろうと思ったけどブレードがないな。これブレード拾わなきゃ、ブレード拾わなきゃ。弾なくなっちゃった。ブレードがない。もう動かすか。もうわからんけど動かした。ごめん。すぐ壊れちゃうかな。カエルさんに直してもらわないと。やばい。あ、一瞬で壊れるよこれ。きついわ。きつい。シジルがむずすぎる。もう C4 しかない。セーフ止め。ありがとう、来てくれて。カイさんが VR 持ってるからね。おいおい、こんなとこ練り歩いて大丈夫か。もっと安全なルートあるでしょうよ。お肉とかいらん。電池もさらに強化してくれ。重ねて。強すぎる。あんま拾いたいけどな。いつもなぜか C4 ある。よし行こう。あ、まだ行くぞ。あー、取れない。取るよりも減る。来てジャガーノートもあるけど、ここはでも VR があるから乗り切りたい。強すぎる敵が。絞り撃ち。あ、勝手に弾薬が補給されてるわ。そういう効果なんだ。あ、始めいるももらえるみたい。右下弾薬のマークがどんどん上がっていってる。そういう効果なんだ。はい、あ、黄色。うわー、もみくたすぎる。あー、やばいきついね、これきつい。おみこしが商店街で詰まってます。撃ちまくれ。早く止まって。ありがとう、ナイスカジミル。何でもいいから拾え。はい、商店街を吹き飛ばせ。もうヒーリングが溜まった。カエルさん大ゴマ入れてないな。持ってきてないんかな。僕はもう辛抱たまらず入れてしまいましたが、カエルさん入れてないってことは持ってないな多分。これだいたいシジルは高級な装備入れなくてもなんとかするんだけど、ブレードが何回投げた。1回投げたかな。使い捨てナイフになってしもうたわ。普通のナイフと一緒、投げたらどっか行った。いや、ほんと物拾うの注意だね。早く溜まるのが遅い。早くタマちゃん投げさせて。5秒に1回チャージして。間に合わない。あ、いや、VR があるからなんとかなってるか。VR のおかげで車なんとかなってるか。だって、これ、もう C4 しかない。C4 じゃ間に合わんぞ。よし、いけ。強っ。C4 強っ。ここで、これを取って、早く。投げも何でもいい。何でもいい。取れない。これ意味あるか、これ。クレイモは意味あるか。こっからは離れるぞ。よし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 。来て。見えん。皆さんも見えないと思いますが、僕も見えてません。ご安心ください。何も見えてません。何かに撃て。動くものに撃ちまくれ。痛い。カエルさんは黄金アーマーなしで乗り切っております。皆さん、ああ熱すぎだ。カスミル溜まった。肉とかもいらん。テントリーが壊れそう。
何かくれ、何かくれ、やめろ。カチ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 押してるけどさ、フロートだったんだ。いやあ、弾める押せない。今ちょちょちょどっちか、あ、取ったよね、取った取った。おかげで弾みだ。ノラジールありました。よし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 、もうお肉がここに必死に食らいついてきてる。もうどっか行ってくれ、ここでいたら焼肉になるぞ。強い、はじみるわ、はじみるわ、大事な時に。この仕事が一番むずいよね多分。ここ乗り切ればなんとかなる。 VR がありがたい。おっと落ちろ、やめてください、おみこしには乗らないでください。甘いナイスです、甘いナイス。やめ、いけいけいけ、みこしから落ちるな、みんな必ず みこし乗れ。よし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 。ああちょっと落ち着いた、帰るよ、もう神社が帰ろう。おお、帰らしてくれ。僕はピンした、あ違う違う、帰らしてる。うわあ、メガ武器だ、これはもうジャガーノート待ったなしでしょ。お待ちください、あはは、ビームがおみこしに、やめて、壊れちゃう。あ、え、来た来た、あ、ここ来た、おっしゃ。いやー、シージルでこの大変さ、おみこしが、おみこしが壊れる、やめろ、見えん、なんか気がかかってて。よし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 、もう僕らもその乗っけてくれ、このロケットの上にもう出しさせてくれ。はぁ、待って待って、いい、もうずっとジャガーノートで頼む、来て今こそ。これ報酬は、報酬出た、ちょっと報酬、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 出た、あ、出てた出てた、こっち出た。よしよしよし、ちょっと新しい機密はい、もう一個あったでしょうよ、こいつ、なぜ、あ、エアストライク。オッケー、これちょっと、一種の静寂にちゃんとアーマーを取って。君だけでも、入れ。あ、向こうね、了解。こっちにジャンプ場があるけど、あ、ジャンプで、こう。ジャンプでほいか。ジャンプでほいで、あ、全然違うわ。ここは違う。ありがとう。向こうね、了解。あの、黄色いまた光を見ないと。うわ、低い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 。スレスレ。スネ打つとこ。危ない。了解了解了解。オッケー。向こう側だね。だけど、これジャンプ所がないぞ。時間12分しかない。こう行こうか。こっち側行って。ちょっと、なんで下がる？空気読め。絶対上がるでしょ。この紐は。よし、こっち、このジャンプ台はいいよ。カリさん、現地で会いましょう。カリさんがマイカ行ってるか。うわ、低いわ。低い低い低い。どんどん上がっていこう。いや、これはいきなりスコーチャーを持ってきてもいいね。それでも時間足らないぞ。どんどん行こう。どんどん攻めていこう。うわ、移動むずいわ。カリさん、あ、カリさん近くにいる。どういた？よくわからん。あ、飛んでた。すごい飛んでた。仕事取ってください。誰でもいいから。12分。時間ないぞ。あ、取ってくれた！ナイス！どうやって行ったんですか？それどこ？アンテナ場所どこ？下！オッケーオッケー。下ってよかった。僕上に行けなかった。行こうか。もう動かそうか。一人で動かして危ないかな。時間がないからね。また脱出エリアも、脱出エリアもまた上に行かなきゃだから、さっさと動そう。いや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 ！ちょちょちょ、犬が！犬小屋だ！ブリーダーが、ブリーダーの、なんていうかわかんないけど、ちょっと、どこ？ここか。ここで飼育してるんか、この犬は。動かします！早く来てね！なる早で。いやー！強い！武器が強い！ダメ！
ディサイプルダメ、やめて。ディサイプルやめ。ちょ、かかってる、かかってる。危ない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 。オーガンバー助けて。いや、これフル装備で来てもいいかも、最初から、皆さん。シジルだって舐めない方がいい。かかってきてる。危ない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 。ディサイプルをほっとくな。チャージした、チャージした。1個しかチャージしないんかな。だったら使うか。もうずっとチャージして、99まで。早く。オッケーオッケー。もうでも弾はないな、弾はないな。弾薬のこれ、早速助かったね、現地調達。おっ、ちょい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 。封じ込め、何、不安定な裂け目ぐらい強い。ちょいちょい、これ武器が良くない。武器強いんだけど敵が強すぎる。いや、撃たなきゃ。溢れる。傭兵生きてる。しばらく見てないけど。うっ、起こせ。危ねえ、強すぎる。あんま拾わなきゃ。ちょい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 、おい、いるか。なに、見たことない攻撃食らってるわ。オッケー、耐えた。全員一目。おお、早く。じゃあビリビリして取れないんだけど、手がしびれて。あ、寒い。あ、いい略じゃなかったか。オッケー。この、自己蘇生を山ほど持って帰る。で、脱出ゾーンがどこだっけ？脱出ゾーンの地図の場所が、ん？ピンしてくれたかな？なんかこの辺だな。なんかこの辺だね。ここへ移動する。撤回する。させないか。側面に回る。え？それが必要だった宣言撤回だ。あ、刺さったかも。え、違うから。おい、ちょっと待って、わからん。ちょっと待って、行こう行こう行こう。脱出できるか、これ。9分。上かな？上？普通刺したら、脱出マークが出るんだけどね。これま、電車じゃないと上がれないパターンかな。上？側面に回る。あい！大丈夫か？あ、フィールダー、ないな。大丈夫か？自己サボってるかな？ちょっと待ってよ。ちょっと待って。ここ降りたい。危ないか。脱出ができないかも。脱出ゾーンをちゃんと調べてないから、ちょっと待って。見たいけど、あ、やれてな。助けにか。おりん、うわ、いやー、やば。大丈夫、僕が実行する。ありがとう。ちょっと待って、ちょっと待って、危ない。ここ危ない。一回逃げよう。上逃げよう。危なかった。あ、このやっぱ電車だろうね。と。電車に乗ろう、とりあえず。ビル上だと信じていこう。うん、これ電車が走ってってことは、ちょ、速くないかこれ。ちょっと速い、速い、速い。乗れないよね。オッケーオッケー、オッケー。速い、速い、速い。伏せとこう。これ、落とされるからね。怖っ。あ、自己蘇生あげよう。自己蘇生は後であげよう。危な。怖っ。で、ここ、乗り換えましょう。おう、で、自己層を、このために持ってきてますんで。これだ、これだ。オッケー、オッケー、オッケー。取っちゃってください。よいよ、オッケー、オッケー、オッケー。よし。次の電車待ちます。早く来て！山手線ぐらい来て、早く。バス来た！これ電車じゃないんかい。何でもいいから乗ろう。乗った、オッケー。よしよしよし。あと何分？ 7 分。怖いわ。上にやってくれよ、頼む。ここに、もういいよ。ここにあってくれ。ゲートあれ。あった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 。よっしゃ、あった。危なかった。いや、弾薬じゃない。弾薬はもうどうでもいい。もらうけど。やったい、やったい。放送きれい。なにここ。あ、宇宙服が似合うわ。やった。怖かったわ。カエルさんどうぞ。報酬を。あ、やばい。敵が前に来た。やばい。やばい。やばい。逃げましょう。やばい。罠がある、罠がある、逃げろ。入った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 入るよ。入ったな、入ったと思う。怖っ、調べてないから怖い。プレゼント交換会はやめときましょう、皆さん。はい、というわけで帰ってきました。カエルさんもね、無事にゲートに入ったということで良かったです。いやー、怖すぎる。特に最後のゲート山ほどね、ゾンビが出てきたけど、あれカジミールがあったからなんとかなったけど、で、そのカジミールも僕、
なんか弾薬のなんとかっていう新しい機密を入れたからカジミル持ってたけど、あれなかったら多分脱出できないね。あぶねーっていうか、もうシジルでもめちゃめちゃ強いです。最強装備で行った方がいいかも。っていうか、あのスコーチャがいるね。次回はまあエルダ行こうと思いますが、15分しかないし、スコーチャ持っていきたいと思いますね。せっかくその機密ゲットしたけど使っちゃいました。今日はね、お土産はレンチしかありませんが、次回のねエルダーの方は略図が手に入るんで、ぜひゲットしてみたいと思います。強い武器でいきます。危なかった。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。もう行きたくないです、正直。